小犬小犬岩屋神社とは、兵庫県赤市市在木町に鎮座する神社。会場神事である、おしゃたか祭りで知られる。縁起式神明朝ハリマ国赤市軍に乗る、岩戸美名神社の論者の一つ。イザナギの村を主催神に、イザナミ村、オオヒルメ村、つくよみ村、エビスタケル、スサノオノ村を廃止する。家内安全、商売繁盛、し福、最悪少女。 縁結びの神徳を有するという。社殿によると、聖武天皇13年6月15日に、天皇の勅命により、淡路島の岩屋より神を勘定して創始されたと伝えられる。同年夏に、当地の子供に淡路島の岩屋の神がかかり、当地に勘定するようお告げがあり、勘定したという伝承もある。文政8年に、 渡辺広信によって表された淡路地市、淡路草にも淡路石屋神社の文霊を、赤石岩屋神社に移したことが記されている。赤石浦の名主、前浜六神衆が新しい船を仕立てて、淡路から神を移す際、海が大変荒れて船を、赤石浦の浜に着けることができず、西方の林崎前の赤石へ船をつけ、海難防止と豊漁を祈った。明け方には、 海も静まり、現在の地に無事神様をお迎えすることができたが、この時地元の住民が、沖まで泳いで出迎え、ご神体と一緒に乗船するのは恐れ多いと泳ぎながら船を押して、岩屋の地に着いたという。創始以来、稲詰神社、海神社と並んで、東張間地域の古体社として、人々の熱い崇拝を受けた。特に、赤市城のうぶすながみとして尊ばれ、 例年藩主自らが参拝する神社の一つであった。原文2年には藩主、松平忠常の四次直住が鎧始の儀の際に当社に参拝し、以後、四次の鎧始の儀の,儀の際には当社への参拝が慣例となった。明治12年、県社に列す。昭和20年7月、太平洋戦争の明石空襲により、社殿が消失したが、 同29年に再建された。毎年7月第3日曜日には、祭神を、淡路石屋神社から誕生した、祭の古事にちなんだおしゃたか船神事が行われている。おしゃたかとは、赤石の方言の、おじゃったかなあがなまったもので、神様がいらっしゃったかという意味。祭りでは、祭神六柱と、お供のおしゃたか、船旧跡を持ったうじ子の青年らが船を立ち泳ぎで、 頭上高く掲げ、お社かあと唱え、前に押し進め吐御式を行う。海南防止と法漁を祈願する祭りである。昭和50年に、赤石市の無形民族文化財に指定された。ありがとうございます。